でもまあ過去を振り返りつつも新しい発見とか、やっぱ新しい土地、まあ自分六本木とかも行ったことなかったし、そういうとこもすごいなっていうやっぱあったし、発見がやっぱ記憶とともに大事なとこだけ残るのかな。はい。カットです。ちょっともう一回やります。もう一回お願いします。いやー、やっぱりですけど、大丈夫ですか？まあ、また昼ぐらいには晴れるでしょう。最初はまたちょっとね、お高いランチをね、ランチをね、食べに行きたいと思うので、こんばんは。東京国際フォーラムやってまいりました。なんでこんな昨日とこんな温度差あるの？確かに寒すぎる。寒いし、雨降っとるし、えぐいよ。えぐいよ、本当に。ということで現在の時刻が11時30分ですね。高級ランチを食べていきたいと思います。ご予約済みなのでね。予約してるから。行きますか。行きます。レッツラゴー。ゴー。頑張る。お母さんについてきた子供みたい。子供みたい。店に似合ってない人。うまいな、デカさが。普通にこれぐらいのかと思ったわ。部屋がとろって出てくる系のやつだよ。うわ、やばい。何食べてるかわからない。こんなでかいとは思わなかったね。どこですか、ここは。やってきました、六本木ヒルズ。でっけー。ということでね、今から行ってみたいと思います、六本木ヒルズ。おー、はいね、はい、おー、潜入。ちょっとなんかアメリカの、あーね、ラスベガスのあれっぽくない？そうね。誰なんですか、ね、上が、ね、空のあれでしょ。え、あれ、あそこじゃない。そうだ、そうだ、あそこだ。上が空のあれ、上が空のあれ。いつまで撮ってんだ。本当に好き。好き。なるほどね。いいね、ここ。もうここ、ええ、たまたま見つけたんだ、俺も。はいはいはい。たまたま見つけて、はい、今までにないくらいの、はい、自分が大事にしてる気持ちを、はい、思い出した。ここで、なるほど。足元にご注意。まあでも、もともと何もなくても、やっぱりこういう自分が感情に入ることで思い出になってるわけだからね。今、いいことなんじゃないですか。やべえなってなった、ここで。なるほど。東京ってやべえな、衝撃みたいな。なんかその夜になるとさ、はい、
あライトがつくんや。はい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 、なるほどね。やべえな、雰囲気もいい。大好きな場所、大好きな場所。まさきおっせえなあいつ、もう面接終わったはずなんだけどな。トロン、今どこ？なんか広場あるっしょ、ここ広場。広場ってどこだ？この道まっすぐ。ビデオ映すわ。マック横にあるんだよ。マックのとこ歩いてきて。オッケー、ポロン。うおうわ、お疲れ。お疲れ。どうだった？あの、猿いたくね。猿いた。猿とあの、ゴリラみたいな。ゴリラ。猿めっちゃうざかったんだけど、猿めっちゃ、あいつ黙ったまでめっちゃムカついたわ。マジで猿めっちゃ綺麗だけど。あと、ハゲが良かったわ。すごい、良かったわ。っていう会話をした。しましたね。場所です。です。懐かしいですね。ほんとザ、ここだね。体力の限界を感じたので、そうですね、四ツ谷は諦めて、九段下行きます。以上です。では九段下で会いましょう。バイビー。疲れた市村、げっそりげっそり村、目が死んでる。最後の場所、飯田橋の方まで歩くんですけど、4年前の武道館でライブがあった時に飯田橋のホテルを取って九段下まで歩きながらっていうね、思い出があるんですけど、それをまた辿ると。そんな人じゃない。あ、ライブ中ですよ、これ。あ、そか。ここで写真撮った時がさ、ああ、そうか。こんな感じ、こんな感じ。あ、そう、こういう。こういう感じだったんだ。そう。いやー、懐かしい。懐かしいね。でもまあ、過去を振り返りつつも、新しい発見とか、やっぱ新しい土地、まあ自分六本木とかも行ったことなかったし、そういうとこも、すごいなっていう、やっぱ、あったし、発見が。やっぱ記憶とともに大事なとこだけ残るのかな。やっぱ記憶とともに大事なとこだけ残るのかな。じゃあ旅の思い出を。旅の思い出、いや、一日目はまずあれだよね。どっか行くとなんか何か起きるじゃん。この唐揚げとマヨネーズ最強。二日目のあの天気の良さ。ああ。